今から一つの質問をします。4つの選択肢からイメージに近いと思ったものを直感で選んでみてください。回答時間は10秒です。それでは早速やってみましょう。今日は友達と海に出かける約束をしています。車で行こうという話になりました。あなたは次のうちどこに乗りますか？ A 運転席、 B 助手席、 C 後部座席右、 D 後部座席左。このテストでは、あなたが片思いするとどうなるかが診断できます。深層心理において、海などの気分が高揚する場所は、あなたが恋をした時の感覚に近い状態だと言えます。そして、車の座る場所は、あなた自身が恋をした時にどういうアプローチを取りがちかを探ることができるもの。そのため、選ぶ座席の場所によって、あなたが片思いするとどうなってしまうかがわかります。 A の運転席を選んだあなたは、まっすぐに相手に向かうタイプです。あなたが片思いをすると周囲が見えなくなってしまうくらいに、その人のことで頭がいっぱいになります。その一生懸命さが相手の心を射止めるエネルギーにもなってくれるみたいです。でも、まっすぐすぎて時に惹かれてしまうこともあるので、駆け引きも覚えた方がいいかもしれません。押すときは押して、引くときは引く、それができるようになれば恋の成就の可能性も格段に上がるでしょう。 B の助手席を選んだあなたは、陰ながら一途に思うタイプです。あなたが片思いをすると、相手のことを陰ながら一途に思い続けます。告白する勇気はないかもしれないけど、持ち前の粘り強さで待ち続ける恋ができるのは強みですね。でも、気持ちが伝わらないと、あの人もあなたの思いに気づけません。まずは友達を介したりして、自分に気づいてもらうことが大切かもしれません。一度失恋してしまっても、復活愛の成就率はピカイチのため、最後に恋の勝者になるのはあなたなのかもしれませんよ。 C の後部座席右を選んだあなたは、照れ屋で茶化してしまうタイプです。あなたが片思いをすると、相手とコミュニケーションを取りつつ距離を詰めていきます。フレンドリーな性格のあなただから、友達になるのは比較的簡単でしょう。ただ、そうなってから恋愛関係に持ち込むのは、あまり得意じゃないかもしれません。照れ屋な性格が災いして、つい余計な一言を発してしまうところがあるみたいです。ここ一番では、恋心を茶化さずに、まっすぐ目を見て伝える熱意を持つようにしましょう。D の後部座席左を選んだあなたは、自分自身を見失いがちなタイプです。あなたが片思いをすると、好きな相手のことを常に考えてしまいます。少しでもそばにいたい、あの人のためにできることをしたい、そんな気持ちでいっぱいになってしまうかもしれません。ただ、人一倍恋の喜びを感じられる一方で、自分のことがおろそかになってしまう可能性もあるみたいです。どんなに恋をしていても自分自身を見失うのはアウトです。冷静さをキープしてみてください。
そうすれば恋がうまくいく確率もアップするでしょう。いかがでしたか？今回は片思いをするとどうなるかに関する心理テストでした。あなたは今片思いしていますか？